siege. Welcome to the Vanguard. やるか。Armor is up to the challenge. こうじゃね？ Andrew. こうじゃね？こうな気がするわ。ティンバーミルね、やっていこう。なんかアンドロに強化が入ったらしいというか、タレントの疑惑と強化が入ったらしくて強いらしいので使ってみようかと思います。やっていくか。3フランクだね。アイテムアンドロ持ってるわ。なるほどね。まあ頑張っていきましょうか。Time to take some names. This is my promo game.さあやっていきます。呪いのリボルバーですね。もともとのなんか呪いのリボルバーの効果がデフォルトになって、どのタレントでも同じような効果が適用されるようになって、代わりに呪いのリボルバーを選ぶことで難度の炎みたいになんか持続ダメージが付与できるという感じになったらしいです。で最大30ダメージ、一手ごとに30ダメージで 0.15 秒ごとに2秒間なんで、なんか合計400かな、400ダメージ追加で入る感じなので、かなり強いって感じですね。はい、そんな感じでしょうか。ってことでまあやっていきたいと思います。あとはこれか、用心向かいが、あれこれもともとか、でもキルだっけルミだっけ、ちょっと忘れちゃいましたが、まあいいや。ここは足でいいんじゃね。足変えます。左多めだね。透明なキャラいるか。来るよ、ここ。フラット。上。終わったー。スタンしちゃった。でこれ箱買いましょうか。セブンの存在忘れてた。とりあえず箱を買ってきます。さあ、まあでもめちゃめちゃ火力上がってるね。タイマン負けづらいな、めちゃめちゃ弾アンドロー。こんな感じで、うえ、今のも持続ダメージだろうね、最後の。だよね。スタックするもんな、すごいわ。透明なキャラクター相手にも割と弾当てれば持続ダメージで見えるし、2秒間か。かなり強いタレントですね。やべ。いてててて。うえ。仕留められちゃった。フェルナンドですらも苦しそうだもんな、やっぱり。結構硬いけど。あ、やべ。うえ、やっぱ持続ダメージだな、これが強いわ。さあリリスのウルトが入って、ランドのウルトが入って、これ相手か。ナイスに。セブンが右側にいたのを見た。エネミーランページダブルキル。ナイス。
まあ無理しないんだよね、ここはやっぱり。15 seconds remaining. Look out behind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wish. Overtime. うわ、守りきれたね。誰ですか？後ろ行ったの。7。ボムキングとセブンがいるのか。その二人だったら倒せそうやな。弾当てられず。いやでもアンドロ強いわ。文句なしで強いわ。どうしようかな。箱の値段もしれっと上がってんのか。まあ、とりあえず足買って。まあでもこんだけあるとな、普通に倒しきれてるからな。何買おうか。Capture point spawning in 15 seconds. これ誰も積んでないし、打開積んでこう。盾、目の前で展開される場面もゼロではないだろうし。他にめっちゃ欲しいアイテムもないし。打開でいいわ。で、あ、耐性がいるか。耐性だったかもです。あ、またマイバット。あ、そっか。なんでこんな早いんだろうって思ったら、そういえばそうだったな。これ、グランピーボムの反応促進剤だった。ごめん。全くケアしてなかった。マイバットすぎる。逃げられたな。うえ、うえ、耐性買います。セブンのウルトもあるだろうしな。これでフェルナンドのウルトもたまったから、僕が行くまでには壊滅してることはないでしょう。味方ウルト使用中だな。うわ、負けたー。ボムキングウルト、あ、これは取られそうだな今回。取られてるねー。純粋がすげえ参ってるけど、あ、落ちたのか、落ちてるのか。Let's keep this healing between us. The stars spell their doom. I'm gonna toss it.危な、リリちゃんありがとう。マジ助かったわ今のヒール。コントロールの。ランページ。やべ、
うひょう。うわー無理か。ブリンクあと1回残ってたけど時間切れちゃったな。多分今使おうと思ったらもうなかったわ。セブンの爆弾も確か壊せるようになったんだよね。あ、死んだかも。ありがとう。あぶねえ。体勢変えます。次に打開かな。ステルスチャンピオンは今のところあんまり影響ないですね、僕に対して。そこまでそのステルスを生かされてやられてるってことはないから。なんか今レックスのマークついてるな、左側に。この辺りにレックスのマークついてるんだけど、これ多分レックスからマークつけられてるようマークだね。だから次僕を狙ってるんだな、レックスは。まあでも対面勝ってる気しかしないけどな、レックス相手現状。負けてるっけ。僕アンドロに負けてるだけな気がするけどな。あとボムキングのスタンクラった後に殺されてるだけな気がする。撃ってくれ、背中から。ナイス。倒したし。倒したしょ。無理だ。フリーズ持ってこ。わあ、いいな、それうまいな。上。Overtime kill. Unstoppable. Yay. これ僕アンドロ今回コーンワイプいけるかもな。まあ距離取ればフェルナンドはマジでどうにもできんから、打開取ってるし縦打ったりか。
やべ、死んだかもです。やべ、うわ、ごめん。へえ、かっこいらないから打開だな。これまだあるな。相手のフェルナンドウルト出た。リリスもウルト入って、味方のリリスがウルト入ってる。さっきもウキングウルト出てた。アンドロとセブンとレックスかな、相手はウルタンの。15 seconds remaining. Enemy killing spree. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. いいか。まあでもワンタッチするのは僕のお仕事なので、あれやるのは偉い。ちゃんと触って偉い。さあ、打開も3まで溜まったよー。あとは発光が2つ空いてるぐらいだね。箱1で溜まってるから、まあそれぐらいだけど、まあ別に7はマジでどっちでもいいな、今のところ。3だから見えて倒したみたいな場面、今のところ多分ないよね。普通にちゃんと透明でいることを、いるタイミングで警戒すればいいだけで、警戒するだけでいいから、今のところは問題なし。まあ、問題はアンドロだな。レックスもさっきマークつけてきたけど、別になんかアクション起こさなかったからどうでもいい。やっぱアンドロちゃんだな。あとボムキングのスタンだね、気をつけるべくはね。もうスタン時間一瞬ではあるけども、とはいえ、とはいえよ。あー負けた、ごめん。アンドローに一人でダイブしちゃったのは良くなかったのか、今の。てかスタンかかってなかったら相手の高台いけてたんだけどな。高台狙って飛んだんだけど飛べてなかったね。ちゃんと右奥にセブン。うわっ、今のアレックスいい見くりです。今のはいい見くり、やられちゃった。これはさすがに相手かな、相手の勝利ですかね。これはグッドゲーム。いやでもジェノスがまさかのオーバータイムあれしてくれてるわ。いけるかな、間に合わないわ。それだそう。いや最後僕はやられなかったらな。てかあそこで前行かなかったらな。今までちゃんと待ちんってしてたのに最後だけ攻め行ったのが良くなかったわ。マイバット。ということで、まあ、結果はこんな感じでしたと。うわめっちゃキル取れてるわ。僕でもキル取れるってことは多分もともとアンドロ使ってた人だともっと取れるんだろうね。このなんか200レベル近くまでやってた人もこんくらいダメージ稼いでっていうのも結構取ってるから、やっぱそれなりにやっぱアンドロ強化されてるんだなっていうのを今実感しました。アンドロピックあるな今回は。はい、ということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。